川内弘之君<上>。菅総理大臣以下閣僚の皆さんや霞ヶ関の皆さんもよろしくお願いします。川内弘之でございます。今あの総理あの今井議員とお総理とのやり取り、あるいはあ官房長官とのやり取りでですね、あの手続きに若干不備が あったのではないかということがまあ明らかになったわけでございますがあのこの学術会議の会員の任命あるいは6名を任命しなかったという問題はこれもう総理しか解決できない問題ですよねなぜなら日本学術会議法に総理が任命すると書いてあるからさらに学術会議法の 七7条1項は、学術会議は210名の会員を持って組織すると書いてあって、総理は累次、学術会議は政府の組織だ、政府の組織だとこうおっしゃっていらっしゃるので、210名の会員にする責任も総理は負っていらっしゃるわけでございまして、他方で日本学術会議がこの6名を推薦してくださいと。 言い続ければですね、推薦されている人以外を任命することは法的に絶対できないので、欠員がずーっと続くと、これは政府としてです、ね、やってはならないことだろうと、総理大臣としてやってはならないことだろうというふうに思うんです。そこであの、まず1点、確認をしたいんですけれども、この今、問題になっている6名の先生方の任命を、 しないと、拒否するということを政府として意思決定している決裁文書というのは存在するのでしょうか委員長君が出てくる人ね。総理、総理第一回目の僕の僕の内閣府の大臣官房長、大塚郁広君。いいやひどいな、まあ、あの委員にお答え申し上げます。このの学術会議の推薦あくまでも 今回の任命のために行われたものでございまして、えー、推薦された者の扱いを含めて、任命権者として、あのルールをお答えしている最終判断を、まさしく任命権者の総理がしたものでございます。一連の手続きは終わっているということでございまして、まあ、仮に新たに任命を行うには、また法律に沿って、改めて法人のための推薦手続きが取られる必要があるかように考えております川内宏一君。いや、総理ね。あの 私が聞いたのは、6名の任命をしないよと、総理大臣としては6人の任命しないんだということを意思決定した決裁文書がありますかということを聞いてるんですね、総理は6人の名前は見てないわけですから、見てないとおっしゃってるわけです当然ないはずなんですよ、だからないよと、それはないと。 おっしゃるのが総理大臣としての、私が総理の答弁をここで言うのも変な話ですけど、ないということをおっしゃっていただくのが、ああ大事なことかなというふうに思いま総理が手を合ってんだから、内閣大臣官房長、大塚総理、いいですか、君、総理大臣、はい、はい、いはいはいそう。 官房長は座ってください。座って。はい、えー、内閣総理大臣。菅義偉君。総理頑張ってるんですよ。私、あの。九十名について、えー、任命をしたということです。河内浩君。いや、だから。6人はですね。任命しないと。 俺はしないんだということを意思決定した文書が存在するのかと、政府として意思決定するのかしないのかって、非常に大事なことなので、あのそれを聞いてるんです内閣総理大臣、菅義偉君99名を任命した旨の決裁,決裁文書はあります河内宏一君。 あのまあ,あの、総理はねあの、縦割りを打破すると、官僚主義を打破するんだと、こうおっしゃってらっしゃって、た、え、た、ー、き上げだとおっしゃる私もたたき上げですよ、た、ま、た、あ、き上げ比べをね、してもいいぐらいだと思ってますけども、あのえー、この問題を解決できるのは総理しかいないので、これね、あの突っ張っても、 違法状態が続くだけなんですよなぜなら、なぜなら、あの総理のところにはね、梶田会長の6名任命してねと、お願いしますよという要望書が来ましたよね、これは法的には多分日本学術会議が6名をもう一回推薦してねと、総理に持ってきてるんですよ。で、総理の手に、その6名の推薦名簿があるんですよ、今。 でそれを推薦しないとですね、その方たちを推薦しないと、210名が会員として揃わないので、総理大臣としての責任を果たしていないということになるんですよ。なぜなら210名の会員を組織させるのは、総理大臣の責任だから、最終的に。だから、この問題を解決できるのは総理しかいないんですたった1人なんですよ。 この国でみんないろんなこと言いますよ、だけども、あの結局、説明できないのであれば、任命するしかないし、えー、私はそう思いますよ、であと、学術会議のことがあ、ちょっとずっと前から俺は問題に思ってたんだと、改革したいんだと、だって改革者だからね、あの改革しなきゃいけないんだとおっしゃるのであれば、6人を任命した後、 正式な会議体を作って、議論してねと、そして、会員の推薦のあり方等を含めて、ちゃんとしてねと、これまでと同じやり方をやっていくということが、信頼を受ける国民に信頼される政治ではないかというふうに思います。そうじゃないとです、ね、総合的、俯瞰的にです、ね、国民の皆さんからです、ね、菅内閣わけわからんと思われちゃうんですよ。 ここ受け,受けられませんでしたね、はい、<laughs> あのいや、総理ね、総理が1人なんですこれ解決できるのは。このまま学術会議が6名の推薦を取り下げませんと、あくまでも任命してくださいと、言い続けたら、6名がずっと欠員のままですからね、それは政府としてやってはならないことですから、総理として考えると。 じゃあ梶田会長を呼んで考えると、よく話し合ってみると、もう梶田会長は6名推薦してねえと来ちゃったんですから、来てるんですから、要望書は出てるんですよ、総理のところに。それはあちゃんとじゃあ、話すからというぐらいはしないと、ですねこれ、ずっと続くんです、膠着状態が。それは、このコロナ禍でですね、コロナ禍で他に議論しなければならないこともたくさんあるんですよ。 総理として決断してください内閣総理大臣、菅義偉君あの理論的には川野委員が言われるとおりだというふうに思います。で、梶田会長が来られたときに、それは確かに受け取りました、あの任命の違法保障について。その上で梶田会長とは 国民から理解をされる会議にしていきたいと、学術会議にしていきたいと、さらにそのために何をやるべきかということも一緒にやっていきたいと、まあ、そうしたことについてはいうしまして、今、井上大臣のところで、幹事た会長と会談をして、そうしたことを進めさせていただいているところであります。 そのもう任命するしないということはあのそのままの状況になっています。で結果として、えー、理論的には川内委員の言う通りだというふうに私は思っています。委員長いやいやもうもういいです。はい委員長委員長川内弘之くちょっとあの委員長ね私が政府参考人の登録を認めているのは。 よっぽどのときのときにあのどうしてもって言うんだったらいいけどあのあの、内閣のメンバーと議論するわけですからね、ちょっと、はい、はははいはい、はい、はい、それでは内閣総理大臣、菅義偉君あの多分局長が手挙げたのは、一連の手続き、これ、終わっておりますので、仮に任命を行うのには。 日本学術会議法に沿って、改めて補充のための推進手続きが必要だということです。ですから、そのことで今、手を挙めたんだろうと思います、はい、委員長川内えた君じゃあ、改めてもう一度、あの日本学術会議が6名の先生方の推薦を総理に挙げてきたら、そのときは考えるということでよろしいですね内閣総理大臣。 菅義偉君全体の内容を見て判断することになると思います川内宏内君、まあ全体の内容を見て判断すると、あのえー、繰り返し申し上げてますけれども、学術会議のあり方、われわれはそんな問題があるとは思ってませんが、総理やあるいは自民党の先生方の、ね、中で、問題があるんだというのであれば、それは議論すればいいです。あの橋本行の時に、えー この日本学術会議は、行革の対象になったわけですから、それでその流れでずっと議論してきて、今日があると、また、すべてベストな組織なんていうのはないわけですから、そこは議論を、6人を任命した後、気持ちよく任命して、議論して、在り方を変えた上で、次のまた会員の任命になっていくということなんだろうと思いますが、その行政改革会議の、 最終報告の文書には、内閣機能の強化は、政府の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにし、国民による行政の監視、参加の充実に資することを目的とする情報公開法制の確立と不可分の関係にあるというふうに書いておりまして、ああ内閣機能の強化、 をするのであればそれなりの説明というのはちゃんとしなきゃいけないよとちゃんとするからねということをこの業格最終報告は言っているわけですからぜひですね、国民にきちんと説明できることをする説明できないならばそれはしないとすなわち説明で六人の任命しないということに関して説明できないのであれば任命をした上で組織のあり方については議論するという順番をですね あのしっかりとお取りになられることが、国民からの信頼を受けられる道ではないかということを申し上げておきたいというふうに思います。で、あの今日は新型コロナウイルス感染症の問題をです、ね、私は主に担当をさせていただいて、取り上げさせていただきたいんですけれども、あのまあ、いつになったら、今日もみんなマスクをしているわけですが、いつになったらマスクを、 とった生活ができるんだろうと、いつになったら元に戻れるんだろうと、そしてまた、非常に経済も厳しいようだねというのが、多くの国民の皆さんの不安、心配につながっているわけですけれども、この新型コロナウイルス感染症にどう対応していくのかということに関して、全国知事会が提言をしておりまして、その中で、 えまず、今回ですね、野党ヒアリングについてあ、あれなんだという方たちもいるんですが、私たちは非常に霞が関の方たちにいろんなことを教えてもらういい機会だと思っていて、これはびっくりしたのは、全国の感染状況について、厚労省の職員の方が、都道府県のホームページを見て確認してますとかですね、ファックスを送ってもらってますとかですね、そういうことを、 ご発言になられて、情報の共有かということに関しては、非常に不安があるなというふうに思っていたら、知事会もやはり同様で、情報の共有について不十分であった、不備があった、反省点があったというような記述をしております。今ここれから冬に向けてですねインンフルエンザコロナの同時流行とということも大変懸念を されるわけで、だんだん感染者数も増えてきております。そういう中で、え、情報の共有については法改正の必要が私はあのあると思うんです。直ちに法改正する必要があると思う。情報共有については、他のさまざまな論点については議論する必要があるかもしれませんが、情報の共有については直ちに法改正をする必要があるのではないかと思っています。で、田村大臣はマスコミのインタビューに関して。 私ども野党と同じ問題意識で、すね感染症法の改正については考えたいということを、まあ、情報の共有について考えたいとおっしゃってらっしゃるわけですが、この感染症法のそもそもっていうのは、感染した人を治療するための法律なので、その情報の共有が、ですねこれは感染者情報の共有なんですよ、感染者情報。全国で 的な感染情報の共有とか、あるいは医療提供体制情報の共有というところにはつながってないわけです。で、その証拠にですね、あの総理あの、分科会ってあるじゃないですかあの尾、尾身先生がやってらっしゃる、その分科会にね、停止される、この全国の感染の状況とかですね、あるいは医療提供体制の状況とか、 こう47都道府県が一覧表になったこの表があるんですけれども、これですね、例えば10月29日の、十月二十九日の分科会の会議に、どういう基準日で出されるかというと、医療提供体制は10月20日なんですよ。10月20日の状況が出てるんですね。で、感染の状況についてはバラバラなんですよ。基準日がもうバラバラなんですね。ということはですね、 あの総理は政府対策本部長として、このウイルスっていうのは、いつ変異するか分かりません、いつ強毒化するかも分かりません、一日一日感染状況が変わっていく中で、10日前の情報で議論をしていると、医療提供体制についてはね、感染状況については、4、5日前の感染者情報でえ議論しているということでは、私はですね、 即応体制にならなならいいのではないかとだからあ、感染情報の共有というのはです、ね、今すぐにでも法改正を検討すべきであると、あのこれはあのもう国民の一番の関心事ですから、これ年末年始ですね、しっかりあの、もうこの国会中にちゃんと政府として、われわれも法案出しますからあの、もう準備してますんでね。あの 議論して政府として議論してです、ね、この情報の共有については、今すぐ法改正するという決意をです、ね、総理から述べていただきたいと思います厚生労働大臣、田村君あの私の名前も出していただきましたので、私,私の方から答弁いたしますが。 あの今おっしゃられた、私、ですね日経新聞でしたかあの、そういうような発言をいたしておりましたで、これはどういうことかというと、おっしゃられる点、あの共有している部分もあると思います。えーまあ、元々ですね まあ言うなれば、電磁記録等々で,ですね報告をする義務というもの、そういうものが今の感染症法上には書かれておりません。ですから、ある意味、手書き等々で,ですね集計して、そういうものを最終的に政府がまあ認識をしながら、いろんなそのときそのときのですね感染状況というものを把握してきたと。 で最近、まあ、最近っていいますか、この4月ぐらいからでありますけれども、ハーシスという情報を把握して、まあ、管理・支援するシステムというものと、それから病院情報に関してです、ね、それをしっかりと確認する g m ミ s という仕組みが動き出しました。 で問題は、まだハーシスもですも、ね、地域によっては、えー、医療機関で本来はあまあ打ち込んでいただきたいんですけれども、保健所に手書きでファックスを送られている、そういうことを標準とされているような地域もございます。 で法律で書いたとしても、体制が整わないことには、これは法律違反のままですね実態が伴わないということになりますので、そこも踏まえた上でえで、いつの時点で法改正がいいのかというものは、これはしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。まあ、いずれにいたしましても、将来的にはですね委員が言われたとおり、ある程度いろんな情報がですねまあリアルタイムに近い状況でえまあ集まる、こういうような仕組みを作らなきゃいけないと思います。一方で あの医療の提供体制は、これは今もですね都道府県、それぞれがそのときどきのものを集計して、これぐらいのものを確保できるということでいただいておりますので、若干これをシステムの中に組み込むのらまだ時間がかかるということでございますので、そういう点もしっかりと考えながら、どのような形が一番、今にもおっしゃられるようにリアルタイムに対応できるかというようなことも踏まえた上で検討してまいりたいというふうに思います委員長川口博之君、まああのハーシスっというあの情報システムはですね、 あの自治体が入力してもらう、あるいは病院に入力してもらうということになるわけですが、入力義務がないんですよね、だからなかなか情報の集約につながらないし、そもそもですね、じゃあ、このハーシスについて、厚労省がその入力のための ID、あるいは情報を見るための ID をですね、振り出すわけですが、内閣官房のコロナ本部は、ハーシスについての ID、振り出されてませんでしょ。 経済再生担当大臣、西村康俊君お答えを申し上げます。あの r − s についてはです、ね、感染者ご本人の個人情報、これが多く含まれておりますので、この取り扱いには極めて慎重を期する必要があるということであります。まあ、このため、厚労省と内閣官房の間で、この個人情報を含むデータの共有はされておりませんけれども、しかしながら、えー、適時適切に必要な情報、我々もいただいておりますし、 それから文化会にもです、ね、これ、全県のまとまったものは1週間に1度ということで、全州のものをお示ししておりますけれども、感染が出てないところまでてあて医療のことをお示しする必要はないものですから、これ、私、記者会見でも毎日のように申し上げていますが、やはり感染が増えているところの医療状況については、記者会見でも発表しておりますし、それから文化会でもそういったことをご報告しながらです、ね、感染対策をまとめているところでございます。 川内博君、まああのえー、デジタル庁お、あるいはデジタルトランスフォーメーションを進めるという内閣でいらっしゃるわけですから、どの情報を見れて、どの情報を見れないと、要するに個人情報をどういうふうに保護していくかということを含めてです、ねまあ、情報の共有について、あの私はあーハ e シ−シス情報をコロナ本部が、 把握することはできないようなシステムになっているということ自体がです、ね、ある意味、ちょっと驚愕をしておりましてで、やっぱり何か物事に対処するときに、えー、今、全国の状況がどうなっているのか、その地域の状況がどうなっているのかということを、正確に把握する、あるいはもうほとんどリアルタイムに近い形で把握して、そして対応策を講じていく。 だって1日や2日で感染状況変わっちゃうので,で、そういうことが必要なんじゃないかと思うので、この感染状況の情報の共有、これ、全国知事会もちょっとこれ、なんとかしてほしいとこうおっしゃってらっしゃるので,で、政府として私はしっかりした対応をすべきだと思うんです、これ、総理がこれ、じゃあ、今国会中に考えるよとおっしゃられれば、私はできると思いますよ。 我々も法案作ってますから、あのすり合わせてです、ね、成立させればいいじゃないですか、ぜひお願いします内閣総理大臣、菅義偉君あの委員から今あ、いろいろご提案いただきました、私どももまあ重要であると、これ、ずっと考えてたんですけども、個人情報との絡みでなかなかできない部分はありましたんで、さらにもう一度、精査をしたい、させていただきたい、こういうふうに思います。 それと、やはり大事なのは、最悪の事態に備える体制を政府として組み上げることだというふうに思っています、そこについては今、全力で取り組んでおりまして、今までの学習もかなりしましたので、従来と比べてすぐ出動できる、そうした体制、クラスター班とかですね、ホームエスはいろんなことを今考えてますので。 今の話も参考にさせていただきたいと思います川内宏君あの。今日警察の方にも来ていただいているんですけれども、あのまあ、検視の結果ですね、PCR 検査をしたらば、PCR 陽性と判明した事例というのは、これまでの間、どのくらいの事例があったんでしょうか。えー、警察署刑事局長田中 勝也君警察が取り扱いました死体のうち、検案等を行う医師のご判断により、新型コロナウイルス,イルスにかかる PCR 等の検査が実施され、その結果が陽性であったケースといたしましては、昨日までに計54件の報告を受けているところであります。はい、川内博史君、まあ、54件54人の方が 本来はもし検査を受けていればです、ね、あの治療できたかもしれないが、あ死亡後、陽性と判明したということで,です、ね、あのまあ、私はあの検査の体制などの充実もあのしっかりすべきであるというふうに思いますし、何よりも基本的な基礎的な情報をです、ね、どう共有化していくか。 ということに、政府としてこの臨時国会、注力をしていただきたいというふうに思います。で、次の論点ですが、この新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動の両立ということを、安倍内閣からですね菅内閣につえかけて、継承してらっしゃるわけですが、すなわちあのみんなの生活を守るということだと思うんですけれども。 一時補正、二次補正で世界最大規模の予算を組んだというふうにおっしゃられるわけです。で、この予算を必要とする人々に、一刻も早く届けることが大事ですと、総理はおっしゃいます。で、この補正予算の執行状況についてですね、政府として一体的に把握をし、管理をしているうご担当というのがいらっしゃるんでしょうか。経済再生担当大臣 西村康君お答え申し上げます。あの現在、内閣府におきましてあの、私のことで経済対策全体を見ているものですから、各府省に対して、えー、10月16日の段階で、えー、一次補正、二次補正で措置されたもののうち、えー、一定金額以上のもの、あの100億以上の事業について、まあ、主だった事業について、ですねその執行状況を報告するように依頼をしているところでございます。川内博一君 依頼をしているところでございますという,ということは、まだ把握しておらいらっしゃらないということなんですが、じゃあ、執行率50%未満の事業の事業数、その事業の予算総額、えー、現在の執行額などについては、把握していらっしゃらないということでよろしいですか、執行率が低い事業ですね経済再生担当大臣、西村康稔君。 主だった事業について言えばです、ね、50%以下のもの,あの、ざっと申し上げれば。主だったのではなくていい、ね、あの100億円以上のものについて。う100億円以上のものについて、執行状況について確認をしております、その,その中で、すべてまだ出てきているわけではありませんが、主だったものはもう把握をしておりますので、必要であればお答え申し上げたいと思います。内一君いやあの 内閣府はね、10月16日に調査をかけたみたいですけど、私どもは衆議院の調査局を通じて、執行率50%未満の補正予算の事業についてですね、す、え、べ、ー、ての役所にです、ね、その事業の予算総額と執行額、そして、えー、執行率を教えてくださいというふうに、えー、調査をかけて、えー、数字が出てきております。 執行率50%未満の事業は全部でですね、えー、総理ね、98事業あるんですね。で、その98事業の予算総額は23兆2000億。で、予算執行額は5兆6000億です。まあ、5兆7000億ですね。で、執行率が24.5%。まあ、その中で、執行率が低いものっていうのが、まあ、多分あの西村大臣がおっしゃろうとした、例えばですね、医療用物資の確保。 医療機関等への配布、これは4378億予算で、まだ執行率18.9%です。で、休業支援金、これも5442億で執行率6.4%。で、家賃支援給付金もです、ね、低いんですよ。2兆242億で執行率が16.3%。 GoTo もです、ね、意外とそんな高くなくて、1兆3540億で、執行率14%という形ですね、これ、あのやっぱりこういうことをです、ね、一体的にあの必要な人のところに必要なお金が行くことが大事なんだと、こう総理はおっしゃるわけですから、こう常にウォッチしてです、ね、執行を管理するということをする担当をです、ね、あの置かなければですね、 あのならんというふうに私は思いますけど、総理、どうですか内閣総理大臣、菅義偉君、えー、速やかに国民の皆さんのお手元に届くことが大事でありますので、えー、そこは政府として、えー、責任を持って、えー、どんな状況かという確認する部署というのは、対応したいと思います川内宏一君。そこでですねあの、あれなんですよ。あの この休業支援金、ポツ給付金ですね、日々雇用の方とか、登録型派遣の方とかですね、あるいはアルバイトの学生さん、これ、高校生も対象になりますけどね、学校行くために、あるいはお家がそれほど所得がないために、ですねバイトしながら学校行ってますよというような学生さんたちを支援するために設けられたのが、休業給付金。 支援金なんですけれども、あのえー、休業支援金は、雇用調整助成金と同じように、あの保険が財源なので、保険が財源なので、事業主のお承諾が一応必要だとお、お金出すためにですね、だけども、休業給付金は、給付金はです、ね、一般財源、一般会計が財源なので、えー、事業主にわざわざ了解取る必要ないわけです。 あの雇用調整助成金もの上乗せと一緒です雇用調整助成金の上乗せも、一般財源を使ったから、あのもう、省令を改正するだけで,です、ね、労、え、政、ー、審などを開くことなくです、ね、えー、手当てすることができたわけですけれども、でこの休業給付金についてですね、あのこれ、すごい多分使い勝手がいいと思うんです、だけども、執行率が低いんですね。なぜかとというと、えー 事業主にです、ね、確認を取ってるわけですね、事業主に、この人を休業させてますかということを確認してるわけですね、労働局が。そうすると、事業主は、いや、雇用調整助成金の申請してないからなとかです、ね、あの労働基準法上どうかなとかですね。 まあいろんなことを考えて、結局、いやいや、休業なんかさせてませんよと、日々雇用だったから、もう今、関係ありませんからみたいなですね話をされてしまうと、だから、この事業主に確認をする必要のない財源であの給付をする場合は、私はあの事業主をどうしてもかませたいということであれば、事業主に確認じゃなくて、事業主に。 通知だけすればいいと思うんです、通知。この人に休業給付金払うよと、払うよと、いいですねという通知だけして、で、事業主が、いやいや、それは関係ないよと、その人知らないよというようなことが申し出てこられればです、ね、それはちょっとあのおかしな申請だねということにつながるわけで、この確認という言葉をですを、ね、事業主に通知すればいいんだと、通知してやるよというふうに、 変えたらどうかと、その検討をですねしていただいて、これ、総理もね、田舎から出てきて、最初働いて、その後法政大学に行って、大変なご苦労されたと思いますよ、今、コロナ禍の中で、今年し1年間、大学にあのみんな通えてないわけですよね、あんまり。だけども、そういう中でも頑張ってる、バイトもなくなったと。だけども とにかく諦めずに頑張っている学生さんたちもいっぱいいるし、日々雇用の方たちも、あるいは登録型派遣の方たちも、みんな頑張ってるわけです。本来、そういう人のところにちゃんとお金が行くようにしなきゃいけないと、そのために、この事業主への確認というのを、事業主への通知ということに変えたらどうかというふうに私は思ってるんですけれども、私どもはですねこれも一つ検討。 というか今ここで総理がそうするって言えばです、ね、みんな喜びますよ、もうバイトして、大学に通ってた、高校に通ってた学生さん、みんな喜びますよ。総理、ここでそうするよと、総理が決められるんですよ、言ってください,い,い、はい、厚生労働大臣、田村典久君。 あの今、休業給付支援金のお話がございましたけれども、あの確かに5000億円ぐらい予算を見込んでおりまして、今現状、まだ300億円いっていないという状況だというふうに認識しておりますが、一方で,です、ね、雇用調整助成金のほうはです、ね、まあ、見込みが1兆5000億、6000億ぐらいだったんですが、もう2兆1000億と、2つ合わせると、大体見込んでいたような金額になってます。 あのもともとですね、大企業等々、まあ、言うなれば誇張金等々は、比較的申請しやすいところはしてくれるんですけれども、まあ、中小でありますとか、零細等々はなかなか誇張金手間でございますので、そういうところが事業主がなかなか申請してもらえないということで、こういう制度を作りました、ただそうは言っても、やはり言われたように、日々雇用の方がそれからまあシフトの方々、受けられるのに受けられていないという方々は、これ、何とか我々もしなきゃならんというふうに思います。 先週記者会見で,です、ね、私もです、ね、過去6ヶ月で同じ事業所で継続して、一定のです、ね、頻度で就労していて、このコロナが中りせば、継続して雇用していたという方々は対象になりうるということで、これをさらにです、ね、あの事業主の方々には徹底してまいりたいと思います、なお、申請していただければ、まずは受け付は受け付けます。 受け付けた上で、あで、事業主に確認してです、ね、その上で、あのこういう状況ならば対象になりますからと、そうですよねというような確認をしっかりするように、改めて進めてまいりたいと思いますし、何よりも、本来受ける権利を持っておられる方々が、知らないっていうところに大きな問題がありますので、なお一層の周知徹底、図ってまいりたいというふうに思います川内宏君。知ららないから うんみんな使いたい、制度の狭間でです、ね、困ってる人たちがいるわけですよね、全体としては大体おおむね計画通りだと、それはまあおっしゃるとおりかもしれないけれども、あの人生っていうのは一人一人の人生なのでね、一人一人が困ってるわけであの、その方を救うためにどうするのかということを考えたときに、あの私は、えー、事業主に確認と。 いう言葉ではなくて、事業主に労働局が、休業給付金払うからねと通知をして、えー、お支払いするという制度にした方が使い勝手がいいというふうに、えー、思ったので提案しております、諦めずにです、ね、あの提案し続けますんで、あの総理もそうだねと思っていただいたらです、ね、まあ今日この後でもです、ね、支持していただければというふうに思いますが、であの持続化給付金ですね、あのまあ、私ども、 野党の持続化給付金に対する指摘で,で、当初、2兆3000億配るのに769億かかると言っていたものが、2.9兆円を配るのに、294億円で済みましたということで,で、この前、中間検査の結果が出たわけですが、他方で、本来配るべき人に配られずに、 えよからぬ人々にも、なんか組織的に詐、えー、取されているという話もあります。えー、警察の方にです、ね、この持続化給付金のお現在のすべての都道府県における検挙件数などについて、えー、教えていただきたいと思います国務大臣、国家公安委員長、小野議員八郎君。 国家公安委員長でございます。あのおっしゃった持続化給付金に関する詐欺についてですが、警察では10月28日時点でですね、えー、54件83人の検挙をしているところであります。委員長、河内裕司君。えー、今後もあの47都道府県警で,ですね、そのよからぬ人々に、えー、わたっているものについては断じて許さないという姿勢で。 捜査をされるということでよろしいでしょうかこの種の詐欺は大変悪質な詐欺でありますので、おっしゃったとおり、不安を除くこと、そして決して許さないという態度で、警察を指導してまいります川内宏之君であの。総理ね、先ほどご紹介申し上げた家賃支援給付金は2兆円予算組んで、 今のところ3300億の執行ということで16、16%ぐらいの執行率なんですね、これ、家賃支援給付金って、やっぱり契約関係が難しいので、なかなか申請しづらいみたいなんですよ、で申請してもなかなか通らないとお、書類に不備があったりしてですね、でこの持続化給付金は、これはもう制度としては非常にいい制度ですから、この家賃支援給付金を、 給付する予算で,です、ね、僕はもう一回、この持続化給付金の2回目をです、ね、こ年末、みんな大変ですから、みんなこれ、非常に厳しい状況になりつつありますんで、こあの予算を持続化給付金に集中させたらいかがかと、2回目をやったらいかがかというふうに思ってるんですけれども、総理、いかがでしょうか内閣総理大臣、菅義偉君。 ま持続化給付金については緊急事態宣言を経て厳しい状況にある事業者の事業の継続のためあくまでも特例的な措置であり引き続き必要な方々に行き渡るようにこうしていきたいと思いますなお今後については新型コロナウイルス対策と経済の両立を図っていく必要があり新型コロナウイルス経済による影響をはじめ内外の経済動向を 注視しななながら躊躇なく必要な対応を取っていきたいとこのように思います川内宏君。いや、さっきから同じ答弁書、<laughs> 躊躇なくやっていきたいって、最後うおっしゃるんですけれどもあの、予算の執行率を見るとですね、やっぱり使い勝手のいい予算と、おそうじゃない予算というのがどうやらあるようだと、そうすると、あのこの新型コロナウイ,ウイルス感染症の問題というのは、もう本当に多くの、 中小・小規模企業、あるいは個人事業主に対して、のものすごい影響を及ぼしておりますので、みんな非常に厳しい状況の中で我慢して我慢して頑張っていると、家賃支援給付金も大事だけれども、これがなかなか使い勝手がよくないようであれば、持続化給付金の2回目で対応するということもですねあの頭の中に入れておいていただきたいというふうに。 えー、思って、えー、聞いてるんですけれども、あんま時間もないんですがあの、2回目の持続化給付金も検討の対象だということでいいですかね内閣総理大臣、菅義偉君先ほど申し上げましたように、経済状況を見な,見ながら対応することになります。 川内博之君、えーまあ、あのこの経済対策については、GoTo トラベルとか、GoTo キャンペーンありますよね、GoTo トラベルについてはですね、GoTo しべ長者という言葉があるそうですね、GoTo しべ長者、それから GoTo イートは、古、まあ、社名を出して非常に恐縮ですが、あの取り木の錬金術とかですね、であ,のえー、あるくら寿司さんという、 お寿司屋のチェーン店さんは、ですねいや,あのいやいや、ホームページで自ら宣伝してますから言ってもいいと思うんですけれどもあの、無限くら寿司といってです、ねあの、家族3人で1回3000円払えば、毎日3000円あのお寿司が食べれますよという宣伝をしていらっしゃったりする、まあ、制度を使いこなす人たちにとっては、まあ、非常にいい制度かもしれません。しかし、他方でエッセンシャルワーカーとか、あるいは高齢者とかですね、 あのおじいちゃまやおばあちゃまはあの、食べログとかですね、あるいはグルナビとかいったって、もうわけわからないわけですで、制度が使えない人たちにとっては、一体それ、何なんですかということになってるわけで、ね、制度として。で、そういう人たち、その国民をこうある意味、分断するようなあ、悲劇が偏るような政策だけではなくて、国民全体に悲劇していく政策。 というものが、施策というものが必要だというふうに私は思うんですけれども、あの三次補正もなんかするとかしないとか、こう言われているわけですから、この制度のです、ね、やっぱ根本的な見直しというものも必要なのではないかというふうに思うんですけれども、総理、いかがでしょうか内閣総理大臣、菅義偉君。 実態をしっかり掌握しながら、有効的な対応をしていきたいと思います川内浩志君、なんか全然、こう、議論が深まらないので、ちょっと残念だなみたいに思ったりするんですけど、総理の,あの肝入りのデジタル庁ですけどね、マイナンバー制度に関連経費、その前の重機ネット、合計でえこれまで1兆円ぐらい、 投資をしているわけですけれども、その1兆円の投資に対して、住民票、あるいは印鑑証明を、コンビニのマシンを使って取っている人の割合というのは、どのくらいなんでしょうか総務大臣、竹田亮太君。<laughs> コンビニ、えー での、えー、住民票、まず住民票のほうは、えー、3コマ3%、えー、印鑑登録証明は4セン1%であります、まああの、今、このコンビニを使用できる市区町村の人口の合計というのは、もうすでに1億人を超えてますが、やはりわれわれが反省しなきゃならないのが、絶対的な普及率がマイナンバーカード低いということで。 これを徹底的に上げることによって、えー、さらにこの使用率というのは上がってくると思います川内博之君まあ住民票3コンマ3、印鑑証明が4.1ということで,ですね、1兆円投資して、この率なわけですね、政府のデジタル投資というのは、まあ、この次またやりたいと思いますが、非常に問題が多いと思うんです、でさっきあのこ、誰一人取り残さないというふうにね、総務大臣おっしゃったんだけども。 このままいくとです、ね、政府のデジタル投資が国民から取り残されてしまうと思うんですね。あの要するに、えー、デジタル投資をどういうふうにしていくかというのは、非常にあのこれ根本的に、えー、考えなければならない問題だということを最後、ご指摘を申し上げてです、ね、また提案もさせていただくこともお約束申し上げて終わりたいというふうに思いますこの際。 奥野総一郎君から関連質疑の申し入れがあります。枝君の持ち時間の範囲内でこれを許します。委員長奥の